ある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は jc25 短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線計2面3線のホームを有する。地上駅このほか上り、本線の横にホームのない上り、副本線が付設されており、配給列車や工事列車などの事業用列車の退避の際に使われる。2005年に従来からあるホームを結ぶ。 高架式の連絡通路に付設する形でエレベーターが2機設置された。以前は直営駅であり管理駅でもあったが、現在は JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅であり高尾駅が管理している自動改札機、自動券売機3台設置。なお、初電から6時10分までは無人扱いとなるため乗車駅証明書発行機から 乗車駅証明書を取って乗車し、着駅で生産する。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年2月8日をもって営業終了し、撤去された。2020年度の1日平均乗車人員は1529人で、ある。2000年度以降の推移は、下評の通り、 駅前広場駅前にバスロータリーがあり、ここにバスが乗り入れている。過去には横浜駅、平塚駅や新宿駅への長距離路線があったほか、近年まで上野原や宮ヶ瀬方面路線が伸びていたが、マイカーなどの増加などにより現在では姿を消している。2012年4月には帝京大学相模湖キャンパスが移転、閉鎖され、 それに伴い提供大学行きの急行バスは廃止。湖22系統は大幅減便となっている。下記路線は全て神奈川中央交通西によって運行されている。注釈出典。ありがとうございます。